皇帝にとって、王の印籠は手放すことはできない。自身の権威性その帰還になる。かといって、それを書いたのは森宮である。その事実はその権威の失墜を意味。だからこそ、皇帝は是が非にでも、物理への否定、作者の書き換えをする必要が。それは無理だ。事実は覆らない。原本はすでに森宮の名前が記載されているのだ。それはわからない。人間の記憶だけを書き換えることさえできれば、問題などなくなる。なんというか、シニア世代の一部は、安倍首相、もうダメだね、的なことを言う人が結構、いる。石原氏の、豊洲市場問題さえも、早く移転すればよいんだ、そう、主張する人はいる。昭和の世代には、重大な疾患。籠池氏にしても、もはや退路はない。あとは可能な限り多くを巻き込み自爆するのみ、そんな状況？高いわ。